無音の時間。やハロー、皆さん、こんにちは、みやびんでーす。みんなきっと今、あれ音量今日ないって、ちょっと思ったでしょう。あるんですよ。本日はこちら。ホヘムの M6 キットでーす。はい。こちらをレビューしていきたいと思います。ひもじいです。無音。無音。無音。びっくりした。何が？ブーって言うからさ、うん、ひもじいガス漏れしだしたのと思っちゃったの。うん、撮影中にと思ったら、うん、カラちゃんでした。うん、びっくりして思わず、えって向いちゃった。ちょっとね、今日、みやびの iPhone で撮ってるんですけど、理由がありますんで、ガチジンバルが、届きました。すごい。ゴッドブームさんからの提供です。ありがとうございます。ガチジンバルです。めっちゃもうスイッチとかいっぱいんだけど。今までのとは違うガチジンバルです。こちら、ね、やっていきますが。はい。一応説明すると三軸のジンバルです。で、360度無限回転手持ちガチジンバルで、駆動時間は18時間、長時間です。で、スマホがバッテリー怖い場合は、直接給電もこっからできます。へー。スマホに。でですね、最大荷重は 400g です。なので iPhone、Android 対応で、これね、箱開けると、こういうしっかりしたケースが、キャリングケースがついてきます。もうだからガチです。で、ここ開けると、これが入っていて、さらに三脚がついてて、これをつけると、伸びるし、三脚にもなって、置くこともできます、うん。はい。まさにガチジンバルです。だね。で、これに入れて持ち運びができて、あと USB のケーブルとかも入っています。取説は入っていて、全部日本語です。ちゃんとわかります。&優れた、ね、ホヘム、なんだっけな。アプリあるの、ホヘムジョイっていうね、アプリが対応してまして、なので僕の iPhone 使うんですけど、まあ、まずですね、簡単なんです、iPhone つけるのは。これ僕の iPhone ですけども、ここにね、こう、伸びるんです、ビヨーンって。で、Pro Max いけます。おー、素晴らしい。で、これでつけて、で、ここ、なんと、マグネットで、これマイクじゃないですよ、これ。これライトなんですけど、うん、ライトなんですけど、ここにカメラみたいについてますね。ほんとだ。これ AI センサーなんですね。でですね。これをつけてですね、ライトにもなるんですが、で、電源を入れます。入れますよ、後ろか。電源入れました。ピーン。はい、もうこれで取れちゃうわけですね。で、このまんまでもいけるんですけど、アプリとつないだ方がいいんですね。なぜか、それも後で説明しますが、ホヘムジョイアプリとつなぎまして、そうするとですね、今、自撮りモードになってますね。向こう撮っちゃいましょう。向こう撮っても撮りません。で、こちらがですね、まずね、ジンバルの説明します。ここに、見える位置しとこう。ここに、モニター、有機 EL のモニターが、豪華に有機 EL のモニターがついてます。ここに、ここのボタンを押すたんびに、PF とか PTF とか、L とか、POV とか、P 出ますけども、これはモードが出てます。で、こちらがですね、PF がパンフォローと言いまして、パンフォローの略で PF なんですけど、チルトとロール軸の両方がロックされて、カメラは左右にしか動きません。おー。で、これもここにジョイスティックついてまして、このジョイスティックウィーンってやると、回ります。そっち側に。で、ここ、機能を変えられるんですけど、これ今ね、ズームになってます。あ、これ今ね、ピントかな？
で、これ、ズームに割り当てることもできて、ズームしたり、チルトしたり、ロールしたり、切り替えで、ほら、こうやっおお。て、2回押すとロールになるんですね。これでもできる。もうガチジンバルなんで、プロ用の。で、ここにもネジが切ってありまして、ここに補助のライトとマイクも付けられます。へもうガチです。で、次がね、PTF って言って、要は、ロール軸がロックされて、カメラは上下左右に動けるようになります、今度。だから、こうやって、ジョイスティックで、上下左右に。え、このスティックいいね。いいでしょ？楽だし楽しそう。これでね、いけるんですよ。んで、次が、L がロックです。もうこれ、オールロックです。もうこれで、もう、ここで、撮るよって決めたところでロックされちゃいます。どっち向けても。完全にカメラがロックされます。だね。で、最後、POV。これは一人称モード。一人称ショットっても呼ばれて、チルト軸、ロール軸、ファン軸、すべての軸、三軸が動きます。もう全部動きます、これ。全部動いちゃいます。というモードが、ついておりましてですね。ちょっとあれだね。まあ、いいか。でね、モード S っていうのもありまして、それはね、ジンバルのフォロースピードが増して、速く動く、これスポーツモードのことです、S は。ジンバルの速さが速くなって、動く被写体とかをバッと撮影できるモードになってます。で、あと ICP っていうモードは、インセプションと呼ばれるも有名なやつで、ジンバルを水平にしたままで360度無制限に回転して撮影するモードがついてます。で、このディスプレイも、このディスプレイですね。これね。このね。有機 EL、OLED でとっても見やすいし、あとこのね、さっき言いましたマグネットで取り外しできるライトは AI センサーをついていて、この AI センサーがすごいんです。これでトラッキングしてくれます。これね、顔検出してね、その人の顔をずっと追いかけて、自動で追いかけ続けたり、あと、これを追いかけろって囲んで指定したらそれをずっと追いかけます。自動で。なので、このね、トラッキングが結構すごいんで、まあ、使ってみて便利でした。でね、実際後でこのレビューに、雅をモデルに撮った、実際どう撮れるんだっていうのを挟み込んでいきますが、とりあえずまずね、ここにさ、手のマークあるじゃないですか。これオンにするとですね、ジェスチャーモードといってですね、今から撮りますけど、雅を。ピースかな。片手で V サイン、ピースすると、撮影が開始されます。というわけで、雅さんに向けて、これなんで斜めになってるかっていうと、ちょっと待ってくださいね。ここに当たっちゃってますね。当たっちゃってるので、ちょっと、もう一回電源入れます。キャリブレーションしてあるんで。はい、戻った。はい、これで、ピントが来ないね。すごー、ガチだね、本当に。ピンときたね。はい、みやびさん、ピースしてください。ピース。お、3、2、1。ええー、本当だ。ね？これさ、ピースしたらもう止まるの？手、こうやってください。もう終わりました。ええー。アンドですね。だから、一人でもいけるんですよ。あと、みんなで撮影とかっていう。でですね、あとですね、ここにね、トラッキングスイッチが、トラッキングモードをオンにして、人を選びます。そうするとですね、雅の顔を今、雅の顔をロックしました。これ今ね、雅の顔ロックしてます。ほら。見えます？雅の顔ロックしてるんですよ、今。雅動いて。勝手に動くから、ほらほらほらほおお、らほらほら。ほらほら、ストーカー、ストーカー。もういくらでも追いかけるから。すごいんだ、この精度が。これ自撮りでもいけて、今ね、自撮りでいきますけど、ちょっと今度、俺の仮面を認識しちゃってる。
みやびの方行って。ちょっと待ってくださいね。あ、みやびが持ってればいい。うん。自分映して。お、今俺追っかけちゃった。あ、来た。で、録画しますよ、今。録画開始しますよ。おお、ドゥン、ドゥン、ドゥン。すごい。ちゃんと全部来る。全部追いかけます。すごい精度で追いかけます。すごいね。すごいんですね。というわけで、この AI トラッキングが半端なくて、自撮りがまだ追いかけてますね。ちょっと今解除します。めっちゃおもろい。解除しないと。ここだ。解除、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 解除。はい、うん。後ろ向いちゃった。こうなると戻していくしかないんですね、こうやってね。すごーい。こうやって戻して。楽しい、ジンバル。でですね、あとで写真、これね、あとでやりますけど、これでね、このほんとこの AI のセンサーは、これこっち向きにもつけられるんで、自撮りの時にライト当てながらとか、うんできますし、あとですね、これも撮らなきゃいけないです。自分で撮ってもらおうかな。美肌モードというのもついてましてですね。これ美顔モードね。うん、まず美顔を有効にします。で、これね、顔をスリムにしたり、目の大きさも変えられちゃうんで、今そこはみやびや嫌いなやつなんで。うん美肌だけに、美顔だけにしますね。うん、で、インカメにしますね。で、みやびの方に向けて。すごーい！ツヤツヤになっちゃった。今から違いを出します。押す？あ、できた。これ今、みやびが美顔モードになってます。プリンセスみたいな肌。美顔切ります。美顔を切ります。美顔を切ります。でも美顔。これ切れてる？切ったよ。なんか私肌綺麗。綺麗だね。じゃあ今美顔はじゃあやったから、顔をスリムにしていきましょう。目もでかくしよう。目も最大サイズまで。違いがわかるようにね、最大サイズまでします。これで。絶対笑えるよ、これ面白いと思う。今言ったのかな？言ってるね。いきますよ。ねえ、インスタグラムにいる女子じゃん。はい、インスタにいる女子。目がでかくて、顔がスリムになって、美肌になっている。表参道のカフェナウ。ねえ、やばい。これ美顔モードなんで、かきピンみたいな顔なんだけど。ね、詐欺したい方は、こちら使っていただけると。やばくあ、変なアイドルがいる。怖っ。こわーなんか、マッチングサイトによくいる人。キモーこんな感じでね。こういう遊びもできます。めっちゃおもろいね。角度によって変わる。だからこれちょっと今、ただ美肌だけにした方がいいっすね。うん、僕はそう思います。そうですね。はい。で、こうやって遊べますね。いや、面白い。はい、で、LED のこのライトもですね、360種類の RGB ライトで、暖色から寒色の補助光も OK です。で、さっきみたいにジェスチャーで撮影開始したり、これで撮影開始、これで止まります。で、さらにいいのがですね、iPhone の純正のカメラのアプリ使わないんで、iPhone の場合手ブレやるとクロップって言って、揺れてる部分、クロップ、カットしちゃって、少しちっちゃくなるんです、画角が。でも、このアプリで撮れば、広いまんまで撮れる。これが揺れないから、手ブレ補正、このソフトついてないんで。これ自身が揺れないんで、大きく撮れます。No. で、各種設定もね、細かくて、プロモードもついてて、この鍵印でね、もう写真のサイズとか、何ミラー自撮りって左右逆転しないやつとか、うん、グリッド今出してますけど、あとね、こう、今画面出てると思いますけど、メニューが、プロモードっていうのをオンにすると、
もうシャッタースピードとかホワイトバランスとかも全部自分で変えられるんですね。これ完全にプロが使うモードなんですけど。なので、これはいいです。とても。そこまで、このアプリすんごい出来がいいです。だから、ホヘムさんは、ジンバルだけじゃなくて、ソフトウェア開発もすごいです。はい。で、あとですね、さっきやった美顔モード。もう肌だけじゃなくて、目の大きさ、顔の細さも調整できる。で、これはね、1080p、フル HD までしか使えません。4K 撮影では無理です。ただ、インカメに普通さ、美顔モードってさ、自撮りじゃん。うん、インカメって 4K じゃないんで、iPhone は。うん、そのまま使えます。なので、もうね、持ってみる？もうこれがガチジンバルで。そんな重くないし。で、これでね、全然、揺れようが何しようが。このスイッチがいい。うん。後で撮ってきますけど。コントローラーみたいな。後で撮ってきて。こうやってローアングル。長い棒つければ、下からローアングルでずっとこう行ったりとか。あれっすよ。カジサックさんのとことか、有名 YouTuber の方たちも iPhone 撮ってて、あれはね、多分 DJI のジンバルですけど、こういうジンバルで普通に撮ってます。へぇー。みんな。背景ボケてないでしょ。うん。あれみんな iPhone ですか。あ、そうなんだ。で、こういうジンバルつけて撮ってます。へぇー。で、音声だけマイクつけてっていうパターンが多いんですけど、まあ、ほんとこのジンバルはすごいです。で、ここでバランスの微調整もできますし、キャリブレーションも三脚、さっきついてた三脚で立てたまんまキャリブレーションすれば、また水平とあれ全部取ってくれるんで、もう至れり尽くせりになっております。これは本当にすごいジンバル来たなっていう。ね、で、もうね、ここのキーもあるし、これ今フォーカスに僕はしてるんですけど、マニュアルフォーカスですね。ジョイスティックもあるし、ここで録音。で、ここでズーム。ほら、ここでズームできちゃうんです。ミヨーンって。全部ここでコントロールできる。ズームしても画質荒れないね。荒れない。全部できます。あと、写真撮るのも、あとね、面白いのがね、モーメントって機能があって、雨、雨滴制御とかですね。夜の雨とかですね。この夜の雨にするとですね、みやび先生がですね、これで映ってますかね、うん。これ勝手にね、もうね、指示通りにスタートしちゃえば、プロが撮るような映像効果。今これでこういうふうに、すごい、エモい、こういうのとか、もうね、白黒の昔の映画みたいな画像とか、もういろんなプロが使うテクニックが言われる、始めるってボタンを押すだけで、こんなに撮れちゃうんですね。へえ。なのでね、これはね、本当に、あれ？プロじゃない人も、プロのように撮れてしまうので。だね。簡単にできちゃうじゃん。それは、モーメントっていう機能があって、過去に戻るってやつ、これ古いのが撮れるんですけど。昔の勤労のやつみたい。これ、インセプションでくるくる回る。あ、かっこいい！で、これ、ファンタスティックローテーションとか。これ分身、自分が分身しちゃうのを撮れたりとか、あとパノマラビデオとか、あとこれドリーズームって言って、人の大きさは変わらずズームしていくっていう、一番すげえ、プロが使う難しいドリーズームっていうのも簡単にできます。それは素晴らしい。スマートドリーズームってやるとこういうの撮れちゃう。素人さんがこういうの撮れちゃう。これ簡単にできますから。すごい。今時だわ。なので、これすごい便利なんで、これもうほんと、使ってみてびっくりしました。うん。まあ、なので、まあ、これで撮った、どんぐらいブレるのかとか、みやびをこれでさっきのモーメント機能を使って撮ったやつとか、挟み込むか、この動画の最後に、それ流しますんで、うん、それを見ていただいてという感じでですね。はい、今から、ジンバルの、歩いて階段を降ります。
どんぐらい揺れないかチェックです。お前が揺れてどうする iPhone14 Pro Max で撮っております。今自撮りで歩いてまーす。こんな感じ。おお、めっちゃ綺麗に映る。どこまで歩こう。いいでしょ。うん。で、このおしゃれなんですね。みやびの好きなオレンジがポイントポイントに使われていて、ただの真っ黒じゃなくてオレンジ入ってるんですよ。良き。ここにもオレンジ入ってるし、ここもオレンジ入ってるし。ここもオレンジ着てるし、おしゃれもちゃんとしていて、でこのケースで普段持ち歩ける。これはねプロも使えるジンバルだと思います。というわけで、こちらね、みやびちゃん気になってるのはお値段ですよね。ジンバルってお高いですからね。ホヘム M6 キット、これ M6っていう本体だけとこのキット両方売ってます。だキットの値段を言います。Amazon 両方買えます。ホヘム M6 キット。この動画公開された時まだセール中だと思います。なので定価より安く買えると思います。Amazon でセール価格22,380円です。お安い。で定価が27,980円です。もっとすると思った。なので本当にねこれねジンバル本気ジンバル、うん、探していた人とか、うん、あと、まあ最後言いますけど、まあ本当自分の子供とかペットとかの、うん、あと運動会とかね、これ、走って追いかけてもブレないんで、うん、こういうガチジンバル、まあガチジンバルプロ用ってさ、もう5万、10万とかしちゃうんですけど、浪人とか、そういうやつね、うん。まあこういうスマホのガチジンバルで、うん、いろんなプロが使うテクニックも自動で撮れて、うんで、やってみたいっていうガチジンバルデビューの方には2万円っていう価格は本当にお安いので、うん、まあいいんじゃないかなっていう感じで使ってみて思いました。しかも本当こういう、ここのロールとかフォーカスとか、ここにズームついてるし、こっちで押せば撮影スタート、撮影止めるとか、でこのジョイスティックが使いやすいです。好きな方に回りますんで、こうやって。なのでもう本当に便利でしたね、これね。で、モードもいろいろ切り替え、スポーツモードもあるんで、運動会とかもスポーツとか。車撮りたかったらスポーツモード、フィャーンとかでできるんで。で、この AI トラッキング優秀だったやつ。うん、あれ、人じゃなくても、じゃあ、レースとかでこの車撮れってこう、iPhone とかスマホで指定するんです。囲むだけ。そうもうその囲まれた車をずっとかけてくるんです。おー、すごい。なので、そんな感じで、値段も言いましたね。じゃあ電源切ります。ピュン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 。はい、みやび様に聞いていきましょう。ホヘム M6 機聞いていきましょうっつっても君専門じゃないからね、うん、まあ買います買いませんじゃなくて欲しいか欲しくないかみたいな感じでいきましょう、うん。すいません、ここはオーディオと違ってみやびはジンバル全然専門じゃないので、うん、ホヘム M6 キットAmazon で現在22,384円です。みやびさんは欲しいですか欲しくないですか。欲しい。特にビガンモードで遊びたいんでしょ。うん、面白い。これ YouTube ライブとかでも使えるからね。なんか、使うよってないけど。みやびはね。うん、かっこいいち、いいジンバルだと思った。だよね。うん、で、なんか私もジンバルって5万以上のイメージだから、ひもじが持ってのそうだし、もともと。だから俺持ってんのは十数万のと5万のやつ、うんうん、だからそれを聞いてた、もともと知ってたから、うん、何聞いてびっくりしたですね、はい、ではひもじ、はい、ホヘムの M6 キット、こちら売りますかありませんか。欲しいで、なんて言うの、これは売りますか売りませんか、俺専門なんで。売りますかありませんか。売りません。っていうかね、もう今使ってる DJI の OM4 をやめて、こっち使います、今後。うん。
うん、こっちで、みやびを追っかけるとか、まあ、配信の時はジンバルいらないんですけど、今後みやびとお出かけみやびんと、お出かけみやびんとかの時もジンバル使ってるんで、うん、そういう時に、こっち使います。もうガチジンバルだし、何を撮るにも便利だし、機能も豊富、あとアプリがいいです、本当に。うん、アプリがすっごいいいので、スマホでいろいろ撮るのに最適だからです。で、まあ、あとね、僕が持ってる富士フィルムの XH2 っていうね、カメラ。これ映像 8K まで撮れるミラーレスカメラなんですが、このシリーズ、MT2 っていうジンバルもあるんです。で、なんかそれも送ってくれるような、くれないような、よくわからないです。このレビュー次第なんですかね。わかんないですけど、MT2 は、ミラーレスカメラのジンバルになるんです。うん、だから、本気のやつ撮れるんです。スマホじゃなくて、ちゃんとミラーレスカメラつけて、こうやってプロみたいに撮る MT2 っていうジンバルもあるんで、ぜひそれも使ってみたいなと思うからです。で、とにかく22000円でこれだけ使えるガチでビルドクオリティも高いジンバルは、もう価格的にもいいんじゃないかなと。で、AI トラッキングが本当優秀で、想像以上に、うん、だいたい AI トラッキングって言っても、何、ロストしたり、みやびがあのスピードで動いても追っかけたから、うん、キャン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 って、うん、スポーツモードにするともっと速いから。うん、だから、もうほんと、こんな追いかけんだ、トラッキングしてくれんだってびっくりしました。うん、結構、ロストするのが多いんで。へぇ。で、もうこれ実用的なトラッキングだなと思ったんで、もうこれだったら映像知らない一般の人でもアプリインストールすれば、プロみたいな映像も簡単に撮れてしまうし、モーメントって機能を使っても、プロみたいなドリーズームとかいろんなことできちゃうんで、ねえ、もうスマホでの動画撮影がもうとても楽しくなると思うし、さっきも言いましたけど、お子さんの運動会とか思い出撮影にも、結婚式とかでもいいんですけどね。もう最適なガチジンバルを探していた人には、もう本当に最高の一本だと思うので、僕これは本当使ってみて、最初ね、聞いたことないメーカーだな、大丈夫なのかなと思ったけど、使ってびっくりしました。うん、なので、これはすごいです。オレンジ使ってるのも僕に対してちょっとポイント高かった、うん、黒にオレンジっていうね、ちょっと僕ジャイアンツやって阪神ですけどね、黒にオレンジってジャイアンツカラーですね、うん、白にオレンジでもいいんですけどね、興味ないですね、うん、はい。まあ、その辺は今日ね、大谷くんが初完封勝利をした後にダブルヘッダーで45分後にホームラン2本打ってるっていうあたおかなことしてる日なので、ちょっとジャイアンツしてみました。というわけで、ゴッドブームさん、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、このね、ホーヘム M6 キット Amazon で今セール中みたいなので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、私はドロンちゃん。シュッシュッシュッ。はい。なんか全然専門じゃないけど、シンプルにすげーってなったし、素人でもなんか扱いやすいような感じだったから、皆さんもぜひね、チェックしてみてください。では今日も終わりまーす。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。